ちは自然の中で暮らしてた。生きるため必要な命だけいただいて。あるとき人々が海を越えやってきた。彼らは船から文明を降ろした。明日や明後日の糧、見たこともない機械、死にかけた人を救う薬まであった。私たちは文明に染まった。ピザを切る道具で森を切った。ケミカルで骨を溶かした。それを治す医者がいたから。私たちは自然の中で